進むか。私に何か用？もしかして七角ペンダントのこと？わかった、着替えてくるから教室で待ってて。アキちゃんもいると思うから。私は清涼学園の七不思議だっけ？え、全部？私が今まで聞いたのだけでも20以上あるけど。そうだね。中でも有名なのはやっぱり七角ペンダントかな。あ、神岡くん、七角ペンダントで何かあったとか？そうだよね。そんなすぐに何か起こるはずないよね。それから階段の踊り場にかかっている絵から描かれている少女が抜け出すっていうのとか、あと自殺した少女の幽霊が美術室に出るとか。出るんだよ。神岡くんって怖いものないの？本当？そんな風には見えないな。噂だけど、噂に決まってるんだけど、神岡くんも知っていたのね。私は根も葉もない噂だと思ってるんだけど、鼓は。
神岡くんとお話ししていたところなんだけど。見ればわかるよ、あたし邪魔。何言ってるのよ、七不思議のお話をしてたの。だろうね。え、なんでわかるの？七角ペンダントが原因で進くんの身の回りに何かあったんでしょう。あれ、違うの？って言ったってきちんとセットで用意されてるわけじゃないよ。この手の話は尾ひれがついたり混じり合ったりするから、今どんな噂がどれだけあるのか確認するのは難しいんだよ。そうよね、私が知ってるだけでも20以上あるもんね。そうなんだよね。私もなんでうちの学園の七不思議はインフレなんだろうって前から思ってたんだ。おそらくキャンパスが広いっていうのがその原因になってるんじゃないかな。いろんな建物や銅像なんかがあるから。それもそうだし、キャンパスの広さや建物の大きさの割には生徒数が少ないっていうのもあるんじゃないかな。そういうこと。星原さんの噂なんて学園中に広まっているよ。七不思議の中に入れている生徒だっているんだから。そんなの根も葉もない作り話だよ。日時や個人名まではっきりしている噂っていうのは根も葉もあることが多いんだよ。だって星原さんにはそういう噂が多いんだ。私だって悪質だと思うよ。だから根っこを探りたいんだ。それにアキちゃん、これはアキちゃんのためでもあるんだよ。私の？で助かったなんていう苦し紛れの理由をつけた噂もあるんだけどね。そうだよね。でもこの場合重要なのは、なんでこんな噂が立ったかというその経緯にあると思うんだ。噂によると、誰かが渡り廊下から見てて慌てて現場に行ったのに、そこには死体も何の跡もなかった。そうだったのかもね。生き返ったっていう噂が流れたのはちょうどその頃を境に、彼女の性格が変わったことが大きな理由になってるらしいの。さあ、私もよくわかんない。でも噂になったところを見ると何かあったんだろうね。そうなの、麻生さんが原因かもしれないし、何か知ってるだろうって。それに星原さんの噂はそれだけじゃない。進くんは彼女と去年の意識不明事件との関わりは知ってる？飛び降り自殺の噂は
ちょうど去年の今頃に広まったんだけど、去年の事件とちょうど時期が一致するんだ。それとね、今年の3月にもちょっとした噂が広まったんだ。星原さんっておとなしいから、一部の同級生に嫌がらせとかされてたらしくてね。ところが、嫌がらせをしていた連中の一人が校舎裏で意識不明になって倒れていたっていう事件が起きたんだ。でも、それはあくまで噂なんでしょ？3月の件はあくまで未確認の情報、嘘か本当かわからないんだけど。そうなの、嫌がらせの仕返しだったってことらしいけど、どれだけ誇張された話なのかはちょっとわからないな。そこに今回みたいな事件が起きて、また噂が広まったっていうわけだよ。噂の特徴なんだよ。発生した原点を中心に無軌道に進化していっちゃうっていうか。だから私は原点を探って噂の進化を止める。進むくんは七不思議の記事を書くんでしょ？だったら協力させてよ。つづみってこういうことには強いから、神岡くんに協力できると思うよ。私は言ってんの、アキちゃん。私たちで一緒に七不思議の調査をするんだよ。え？とりあえずさ、私は私で調べたいことがあるんだけど、進むくんの記事用に新しく発生した噂、新七不思議について調べてみようか。
。そっちのお兄さんは悪くありません。この子は私の妹で。